エケコ人形エケコ人形エケコ。エケコ人形とは南米ボリビアで嵐田の祭りの際に売られる人形である。ほとんどは陶製で高さは数センチメートル数十センチメートル。両手を広げた小太りのおじさんでいわゆるちょびひげを生やし口を開けて笑っている。頭にはインディオがよく被っている耳まで覆うことのできる毛糸の帽子を被り、時にはその上に 山工房などを被ることもある。エケコは、アイマラ族、ケチュア族の間で、福天と信じられており、自分が手に入れたいもののミニチュア品を持たせ、タバコを加えさせることによって、その入手を祈願する。祈願する品は何品あっても良いので、体中に、様々なミニチュア品がくくりつけられて胴体が見えなく、なっているのが普通である。現在では、アイマラ族やその子孫だけでなく、広く、 メスティーソ、欧米系の人も家に飾っている。眼掛けされたものの下は、原色の背広を着ている。エケコは、現地では、エケコ、イクウェコ、イーケイコとも綴られ、稀に、イキクと呼ばれることもある。ケに、アクセントがある。ケの発音は、正しくあの、どの奥を詰まらせた発音であるが、アイマラ語を知っている人でなければ、普通のスペイン語の句の発音をしている。本来は、 年初の嵐田の祭りの際に販売されるものであるが、現在は観光客への土産物として、いつでも売られている。日本では、日本テレビ系、ザ、世界行天ニュースで紹介された、嵐田の祭り、または、嵐田の市は、毎年1月24日に、アンデス地方のいくつかの町で行われる、エケコとミニジュア品の市場である。 特にボリビアのラパスで行われるアラシュタの祭りは規模も大きく有名である。本来の祭りは1月24日であるが、その数日前から市場は開かれる。エケコの説明にある通り、アイマラ族の人たちは今年手に入れたいと願うもののミニチュア品をエケコに持たせて飾る。このため、アラシュタの祭りでは実に様々なもののミニチュア品が販売されている。一例を挙げると、 次のようなものである。また、変わった例では、良い男性と巡り会いたい女性は、ボンドのミニチュアを、エケコに持たせる。いわゆるバービー人形のような女の子用の玩具も、売られているが、これは綺麗な女性が欲しい男性のためのものではなく、可愛くなりたい、または、人形が着ているような綺麗な服を手に入れたいと願う、女性が購入する。これらのミニチュア品は、近年では、 コピー機を使うなどして本物そっくりに作られている。箱入りの洗剤などはラベルが現実の商品そのままで1センチメートル程度の大きさになっているのである。もともとはミニチュア品は販売されていたのではなく各自が自分が作ったミニチュア品を持ち寄って交換していたのだという。近年ではドル札やユーロ札のミニチュアが流行りで背景には 出稼ぎ移民の送金が生活の頼みになっている現状があるという。起源は諸説あるが、ボリビアの考古学者、カルロス・ポンセによると、ティワナク文化の神事が、インカ帝国に受け継がれたものだという。ペルーサン・マルコス大学のセノン・レッパス教授は、インカの神ビラコチャと同一のものだとする。インカ帝国の首都だったクスコ郊外の山では帽子をかぶり、 荷物を背負った神の像が掘られているという。いずれにしてもインカ時代に遡るのは定説とみられる。願掛けでタバコを吸わせるのはアンデス地方で予言などの際にタバコの煙が必要とされていたためのようで、北アメリカのネイティブアメリカンの中にも同じような儀式が存在する。ありがとうございます。